ワンピー側チャンピオンサラ。Are you ready for this?2P 側チャレンジャー、この試合予想できますか？ 2P 側のプレイヤーですが、高段位のプレイヤーですから注目してみましょう。なるほど、よろけだ、ユリが取る、プレゼントイール、これは届かない、スクリアイール立ち合い払い、コンボサマー、スペアキックコンボ、よろけだ、サラ一気に畳みかける、決まった、セットカウントは1対0。さあ、まずは一本選手。この後が重要ですね。第2ラウンドが始まりました。急り軽い。プレゼントイン。ジャックナイフミドル。これは抜けられない。スレーダー。リオ挟んで。ここで KO。セットカウントは1対1。一本取って追いついた。この勢いでもう一本取りたいところ。第3ラウンドが始まりました。ロバズリ、お顔に乱れ上げ、スクリーダー、いいですよ、ロングスタップ、サマー、よろけた、スクリーダー、コンボサマー、ナイアスカル、畳みかける、クレイセント、勝負、セットカウントは1対2。高原続けて引き離した。さあこのまま押し込まれてしまうか。第4ラウンドスタート。ぶちかました、これは抜けられなかった、これは抜けられなかった、コンボサマー、スペアキックコンボ、中と勝負あり、セットカウントは2対2。サラ一本取って追いついた。このまま終わってしまうのか。第5ラウンドスタート。コンボサマー、うわー、間合いを測って、急ぎ、軽い、高橋圧倒的に攻め続け、投げた、ダブルジョイント、よろけた、サイドチョップだ、さら一気に畳みかける、横で勝負あった。振り返ってみていかがですか？気持ちが伝わってくる試合でした。高橋勝利、しばらくそこで寝とけ。